グローランサー3 The Dual Darkness は2001年12月6日にアトラスから発売されたプレイステーション2用ゲームソフト。ベスト版は2003年12月18日に新作、グローランサー4と同時発売された。ジャンルはノンストップドラマチック RPG。キャラクターデザインはうるし、原里氏。グローランサーイの1000年前が本作の舞台。 キャッチコピーはドラマチックを駆け抜けろ。前作と同時制作であり、前作発売よりわずか数ヶ月で発売された。シミュレーション RPG のシステムに近かった前作とは異なり、従来の方式に戻しつつ新たな要素を取り入れている。前作のイベントポイントシステムは廃止され、愛と同じくゲームフィールド上で自由に移動できるようになっている。 シリーズ中唯一ワールドマップが存在し、さらにダンジョン内は新システムのランダム生成機能が使われていて入る。たびにマップが変化する。リングウェポンシステムが引き続き採用されており、自由な精霊石の組み合わせによる戦術性が今作でも楽しめる。愛と同じく主人公が話さないため代弁者のマスコットキャラが再び登場する。 シナリオも一本堂に戻ったことで愛ほどではないがボリュームが増えている。休暇システムは愛のようなものではないがアパートで仲間たちと会話するという形で現れている。また選んだ選択肢によって主人公の性格が変化するシステムも本作より採用されたものである。例えば優しい性格なら冷徹な選択肢が選べなくなったり、 頭が悪いと正確な選択肢が選べなくなったりと。また、2と同時制作だったこともあり、効果音、BGM、魔法の演出、一部のグラフィックなどは、前作と同じものが使用されている。特定のイベントをクリアした状態で、かつ、前作のセーブデータがあると、セレブを除き、シュナイダーを含めた2のキャラクターを召喚し、仲間にすることができる。 呼び出せる人物は2でエンディングを迎えたキャラクターのみ。エンディングが決定する直前のデータを残せば、1回のプレイで条件を満たしたキャラを同時攻略することが可能だが、前作では1回のプレイで全員を加えることはできないため、今作で全員を仲間にするためには、前作で周回プレイを重ねている必要がある。レベル及び装備品、リングエポン、スキル、魔法、 技はそのまま受け継がれる。世界は死に瀕している。地上に降り注ぐ陽光が減少していた。そのために、作物は育たなくなり、人類の領土は減り、食料を求めて国同士の戦争まで起こり始めるのだった。この危機を脱出するためにはこの世界を捨て、新天地に移住するしかないとフェザリアンは、軸油融合計画を提唱する。 物語は、異変の影響の少ないキシロニア連邦で記憶を失った少年スレインが倒れているのを連邦議長の娘アネットが発見するところから始まる。僕は一体、誰なんだファルケンフルークを拠点に活動する暗殺者たち。暗殺者の歴史は長く、過去多くの戦乱の陰には、彼らの影があった。特に裏家業のネットワークが整備された近年。 国家の要人でも暗殺者と容易にコンタクトが取れるようになり、ゲルハルトをはじめとした多くの人物が利用している。サウンドトラックにはショートバージョンが収録されているが、フルは未収録となっている。ボーカルを担当した南曜日はモニカアレン役で出演しており、劇中でわずかだがモニカが君の明日へを歌うシーンがある。ありがとうございます。